どうも、k ムです。こちらは普段 YouTube でウラレッツのマッチプレビューやレビューを中心に配信をしている僕がウラレッツに関する話題をサポーター目線で取り上げていくポッドキャストです。えー、今回は開幕前のタイミングということで、えー、明日ですね、に、えー、広島、アウェイ広島で開幕戦を戦うというところになりますね。まあ、シーズン前の 評判っていうのはかなり高いというところなので、まあその辺の話だったり、まあ今年どういうところを見ていこうかなっていうところとかですかね。まああと定例会見があるのでちょっと見ていこうかなと思います。まあまずは今年の補強とか、その辺を振り返っていくと、まあかなり大型補強とは言われていますかね。まあ新監督が来たというところと、まあ去年得点力不足だったというところで、まあ結構前線を中心に補強に入ったかなという感じですかね。 で、あと、グスタフソンのところは、監督の教え子というところもあったみたいですけど、まあ、もともとヘグモ監督を呼ぶ、呼ばない以前からスカウティングはしていたみたいですね。まあ、去年で言うと、まあ、えー、ビルドアップがあまりうまくいかないというところがあって、もちろんね、その、アタッカーの、えっと、得点力が少ないっていうところは言われてはいたんですけど、そもそもビルドアップができてないから、えー、厳しい状況でなんとかしてねっていうのが前線の 攻撃の、ところだったので、えー、まあビルドアップの改善っていうのはかなり必要なんだろうなという感じでしたね。まあ、そうじゃないと、こう、補正官邸みたいな、あのー、ちょっと厳しい状況でも、なんとか点取るみたいな、そういうのじゃないと点取れないよねっていうのが去年だったので、それをか、加味して、まあグスタフソンを取れたっていうのはかなり大きいのかなとは思ってますね。まあ、もちろん、まだプレイは見れてないんですけど、評判聞くには、えー、かなりレベルの高い選手が来たんじゃないかなという期待はしています。 で、あとは、えー、まあ、サイドバックのところですかね。右の境が去年はもう最初から最前線にいるっていうところが多くって、まあ、それがね、あのー、ビルドアップがちょっと停滞した要因の一つでも逆にあったとは思うので、まあ、そこが今年は普通に戻りますという話をしていたので、そこと、まあ、グスタフスのところで、えー、改善が見られるといいなっていうのはありますかね。 であとは左のサイドバックが2人抜けてしまってどうしようかなというところで渡辺龍馬が入ってるっていうのは、えーまあ、ちょっと面白いところかもしれないですね。まあ、そもそもサイドバックはあのー、市場に人が少ないというか本職にしている選手が少ないポジションだと思うので、まあ、これは日本だけじゃなくて世界的にだと思ってるんですけど、まあ、それを考えるとコンバートしていってどうにかしていくっていうのは、まあ、どこのチームもやってることなのかなっていう感じですかね。秋元もそうだ ですし、今回も渡辺龍馬がその役割を担っていくというところで、えー、まあサイドバックのプレイでどうなるかはわからないですけど、ま1、あ、つ楽しみにしたいポイントではありますかね？で、あとはウィングのところにソルバッキンが入ってきたってところと、あとフォワードのチアゴさんっのを取ったというところで、まあこの辺はあれですね。過去の反省が結構生かされた編成に今年はなったのかなとは思ってます。まあ、去年とかでギアクマキスのハイジャックをされて。 あのー、補正官邸が来るまでに、結局3月ぐらいでしたっけね、になってしまって、まあ、キャンプに参加できない選手たちを主力にしていかなきゃいけないっていう事情があったりしたと思うんですけど、まあ、今回も多分、アゴサさんナがプラン A だったかどうかはちょっとわからないですけど、まあ、バックアッププランをしっかりと用意して、まあ、キャンプにちゃんと合流できる、その時期に加入できる選手に切り替えていくってことはやったんじゃないかなとは思ってますね。 まあ一部噂ではレアンドロ・ダミアンの代理人が来てたみたいな話もありますけど、まあそういったところも含めて何個かバックアッププランを用意しておいて、えー、一つの候補に絞りすぎず、まあもちろん、あのー、第一候補がいったのかもしれないですけど、それがダメだった時に、えー、粘り強く交渉するっていうところまでは時間かけずに開幕に合わせるっていうところを優先して取ったっていうのは、まあ過去の反省を生かしたりとかっていうのはあるのかなと思います。 で、あとは宇賀人の加入っていうのはすごいびっくりしたんですけど、まあ、えー、宇、ま、賀、あの加入は、小木と秋元がいなくなってしまうっていうことに対する緊急の補強みたいな面ももしかしたらあったかもしれないですけど、まあ、大幅に結構選手を入れ替えたところで、割とその控えになりそうな選手たちとか、まあ、チームビルディングのところで影響力を発揮できそうなベテラン勢を残したっていうところも過去の反省を生かしてるのかなっていう気はしましたかね。 2021、2でしたっけね ?1 か。はかなり大幅に選手を入れ替えた年だったと思うんですけど、その時のキャンプとかでかなりおとなしすぎるとか、なんかそういう評判はかなり聞こえてきた、来てたと思うんですけど、そういったチームウェディングのところで、まあ、コオロギだったり、ウガだったり、えー、ま、西川とかもそうだと思うんですけど、えー、まあそのあたりが、あのー、いることで、えー、チームとして、えー、その組織が出来上がるのが早くなるとか、 そういう面も含めてあのベテラン勢を残したっていうのも過去の反省かなと思いますねまあ岩が残ってくれたっていうのももちろんそうですがまあその辺りもあったんじゃないかなとは思ってますであとまああれですね成績面の期待から言うと、まあ、優勝候補に各所で挙げられていてちょっと嫌だなって感じは <laughs> するというかえー、前評判が高い時には最初にこけちゃうとねあの不穏な空気に 内側からなっていくっていうのがね、僕たちの裏列なんで、ちょっとあんまり持ち上げないでくれっていうふうに思うんですけど、えっと、僕の予想というか、事前の評価としても、まあ優勝候補ではあると思うし、まあ、順位予想しろって言われたら1位置付けるかなっていう感じですね。まあ、ただ、あのー、どちらかというと消極的な1位置予想というか、消去法的な1位置予想ですね。あのー、なんて言うんだろうな。う裏側の、 が、こう、もう優勝するための準備がもう完全に整いました、今シーズンっていう感じではなくって、まあもちろんそのヘグモ監督1年目なんですけど、まあ周りのチームを見た時に相対的に、まあ1位に上げるチームかなっていうか、うん、そんな感じですかね。ちょっと今年はその周りのチーム、まあ上位クラスに入ってきそうなチームが結構苦戦苦労するんじゃないかなっていうところが、 あるのが一つのがつ要因ですかね、まあ、対抗話になりそうなのは広島とか、まあ、神戸マリノスとかその辺だと思うんですけど、えー、っとまあ神戸は去年優勝しましたけど、まあ、結局その大迫武藤がどれだけ稼働できるかっていうのに結構かかってるチームなのかなとは思ってますねそれでいうとシーズン後半から神戸は ACL があるっていうところで過密日程になると思うんですけど大阪武藤がそこでフル稼働できるのかっていうところがちょっと 怪しさがあるんじゃないかなっていうところ。で、広島はまあ結構、3年目、体制3年目というところで、チームとしての完成度っていうのはかなり上がってきていて、優勝候補に挙げられるっていうのもまあ自然な流れかなとは思いますね。ただ、後ろの方の選手層がちょっと怪しいかなっていうのがありまして、誰かが怪我したりとかした時にどうなるかっていうところとか、あと、新スタジアムですよね。新スタジアムは結構、 まあ、ジンクスじゃないですけど、新スタジオに移行した時にちょっと、え波に乗り切れないチームが多いっていうのがあって、まあ、それは当然その慣れ親しんだスタジアムから移動してきて、まあ、選手たちのその日々のルーティンとかも変わるでしょうし、日々というかその試合前のところとかですね。まあ、あとよく聞くのはその陸上競技場の広いところから、まあ、狭いセンスターに移動したことで、まあ、客、 観客との距離が近くなって、声が通りづらいとか、今までやっていたような環境でプレイができなくなるっていう意味で少し苦戦がするっていうのがあったりするんで、まあその辺がどう出るかっていうところですね。もちろん逆にね、ブーストかかって強くなるってこともあるでしょうし。で、広島は後半、広島もその ACL があると思うんですけど、まあ、広島は結構その、 なんですかね、明らさまに ACL を捨てたとしても、そこまで内側から批判が起きないクラブかなっていうのはあって、まあ、あの、森安対戦の時もそういうのがあったと思うんですけど、なので、そのカミス日程で、まあ、後半入った時に優勝の可能性があるってなった時に、まあ、ACL 捨ててでもリーグに集中するみたいなやり方をできるチームなのかなと思うので、その辺がね、あの、神戸と違って、ええー、あるのかなっていうのは。 まあちょっと気はしてますかね。あとマリノスはキュエル監督がどんな感じなのかちょっとあんまよくわかってなくて、その辺がどう出るのかなっていうとこですかね。まあでも力はあると思うので、えー、選手の質とかですね。ただそのセンターバックのところがどうなるかってとこですね。少し入れ替えがあったというところなので、あとキーパーですね。キーパーが変わったところで、やっぱりその最後の前と後ろ、キーパーのところとかで勝ち点を取ってくるっていうのは全然、 え、リーグ戦見た時にあることですし、そこで拾う価値点があると思うんですけど、そこは拾えなくなるとか、そういうのが出てくるんじゃないかなと思って、えー、まあ、浦和の優勝予想っていう感じになってますかね。あとはどうですかね。川崎が結構外国人入れ替えたので、その辺が当たれば結構来るのかなっていう気はしてますし、うん、まあ、対抗バーとしてはそのぐらい上位グループに入ってくるのはそのあたりなのかなとは予想していて、で、周りの環境、 というか、周りの状況を見るに、今浦和の優勝感の確率が高くなってるのかなという気はしますね。まあ、ただ、その1年目なので、浦和自体がもう完全に準備整って、もう優勝狙う準備できましたっていう感じではなくて、もちろん1年目から結果出ることはあると思うんですけど、まあ、去年もそうだったように、やっぱりその J リーグとヨーロッパのリーグの違いっていうのもありますし、夏場のね暑さっていうのも、 あったりして、監督自身がその変化に適応していくっていう期間も必要だとは思います。キャンプでやってきたことっていうのが最初のプラン A というかベーシックな部分になると思うんですけど、えー、それが対策されるっていう時期も来るだろうし、えー、まあ開幕からそれがベーシックな部分がまずうまくいかないっていうのも全然あり得る話だと思いますね。もうどっちみちどっかで壁に当たることにはなると思います。なんですけど、まあ、それを改善していく時間、 うんその改善をしている間でも、そのごまかしながら勝ち点を取っていけるっていう選手が、えー、今期は後ろだけじゃなくて各ポジションに揃えられたのかなっていうのが、まあ、優勝を、1年目にして優勝を予想しても大丈夫かなっていう要素の一つではあるかなと思いますね。やっぱりその、 内容面でしっかり上げていかないと継続的な勝ちっていうのは取れないんですけど、その内容面を向上していく過程でもやっぱり試合は来るので、そういった試合をごまかしていけるような選手っていうのはやっぱり必要かなと、優勝するには必要かなと思うんですけど、まあそういった選手が、去年はね、センターバックコンビと西川とっていうところで、がいたから、あの、4位までいけたと思いますけども、まあ今年はそれがワイダの選手だったり、まあグスタフソン、 中盤の選手だったり、そしてトップ、まあ、チアゴさんとの補強できたっていうのもあると思うんですけどお、各ポジションですね、後ろだけじゃなくて、まあ、補正官邸だけじゃなくって、各ポジションでこう、ごまかしの効くような選手が、まあ、増えたのかなっていうのがあるので、まあ、そういった面で、えー、多少うまくいかない時期っていうのはまあ、絶対あるんですけど、その中で、えー、勝ち点をごまかしながら積み上げられるっていうのが、まあ、優勝予想できる要素かなっていうところですかね。 うんまあ、優勝予想、まあ、僕としては優勝予想でいいかなと思いますし、今年チャンスかなってすごい思うんですけど、こちら側の準備は完全に整ったかっていうとそうではなくて、1年目なので、まあ絶対そのリーグの違い、J リーグのチームの方がちゃんとプレッシングするし、プレスバックもちゃんとするし、えー、下の方のチームでもちゃんと後ろから繋げるっていう違いがあるんで、それに対する適応とか、やろうとしてることが通用しないっていうのがあるんですけど、まあそこを含め、 加味した上でも優勝要素に一応上げておこうかなという感じですね。なんで期待はしてるんですけど、期待しすぎずっていうとこですね。今年優勝できるのになんでそんな成績出てないんだよみたいな。 感じになっちゃうと、また変な雰囲気になるかなと思うので、その辺は、ちょっとほどほどに期待しつつ見ていこうかなという感じですね。で、もちろんその優勝してほしいというのはもちろんなんですけど、まあ今年から一番見たいかな、見たいっていうか、改めてちゃんと見ていきたいなっていうのは、そのコンセプトをしっかり体現してるかっていうところですね。まあアフトール本部体制5年目を迎えまして、まあ土台リ d が退任したということで、人は少し入れ替えはあったんですが、この体制が継続しているっていうのがとても重要で、 この体制っていうのはしっかりとコンセプトを決めて、えー、そこからチームを作っていくというのがやっぱり一番の大きなうんと意,味意義なのかなと思いますね。実際にそのコンセプトっていうところの体験をしていこうっていうのは、ここの5年、4、5年ですね、やってきたんですけど、まだちょっとその、えー、っと、3つあるうちの2つ目、3つ目ですかね、前向き、積極的、情熱的なプレーをすることっていうところと、講師に切れ目のない、相手を休ませないプレーをすること。まあ、この辺は、 えー、まだちょっと実践しきれていないかなっていうのはありますかね。まあ去年とかはうーん、まあこういうチームになっていくっていうのはシーズン前に期待はありましたけど、もろもろの事情、ACL があったとか、えー、それに向けたチーム作りを先に優先していたのでとか、そういうのがあったんですけど、やっぱりこの辺が少し少なかったかなというのは、 えー、まあ去年だけじゃなくて、ね、リカルド体制の時もそうですし、その辺は感じているところではありますね。前線に重きを置くというか、前の方に軸足を置くっていうサッカー、そういうイメージでいいと思うんですけども、おそういったところがちょっとできていないかなというところですね。まあ攻撃的になるっていうところもそうなんですが、まあどっちかというと僕は、えー、守備からの攻撃で、こうスピード感ある攻撃っていうのを最初にこのコンセプトを見た時にイメージしたので、まあそういった チームになってほしいかなという感じはしますかね。まあ、ハイプレスを仕掛けるっていうところもそうですし、まあ、攻守に決められないっていうところで言うと、ボール保持から、えー、攻撃をして、えー、さらに回収してまた二次攻撃につなげていくっていうのを、まあ、前線相手陣地の方で行うっていうことだとイメージしているので、そういったサッカーがちゃんとできるかっていうのは、まあ、見たいかなと思いますね。まあ、もちろんこれを元にしてヘグモが選ばれていると思っていますし、 諸々の事情で、えー、できていなかったこのコンセプトの実現っていうのを改めて、えー、このシーズンから体験してほしいなっていうのはありますね。なので、それができているかっていうのは、ちょっと見ていきたいかなとは思ってます。はい、まあ、あとは、今年も定例会見がしっかりとあって、ちゃんとオフィシャルから発信されるというところで、えー、一応見ていきますが、まあ、えー、っと、2月21日の定例会見ですね。 田辺龍馬を左サイドバックにコンバートした理由っていうのも聞かれていて、まあ能力が高いっていうところと、サイドバックに攻撃的な能力を求めてますよというのが、ええー、まああの新体制発表会見でも各ポジションの,あの役割っていうのを全部話してましたけど、うん、まあスピードもあって強度の高いプレイもできて、左サイドバックとしてプレイしながらもゴールやアシストができるっていうところで、 えーまあ、去年で言うと、まず4-4のゾーンで組んだ時に、ちゃんと守れるかっていうのが、まず第一、第一の基準になってたと思うんですけど、まあ、今年からは、そのどっちかというと攻撃面のトレーニングも多いですし、攻撃的な能力を見て抜擢していくっていうのが現れたのが、このコンバートなのかなという気はしますかね。まあ去年で言うと、本当秋元が出てたっていうのもそうなんですが、まあ、大畑とか、小木がね、少し上立をされたっていうのは、まず守れるか。 フォーバックとしてまず守れるかっていうところが重視されていたと思うんですけど、そこは変わったという感じがここから伺える、伺えるかなとは思いますね。であとはまあ自分たちのスタイルでプレイしたいけど、相手によって合わせていくことは毎試合必要だというのがあって、まあ完全に自分たちのスタイルを固定、スタイルというかパターンみたいなのを固定してそれを押し付けていくというよりはもちろん相手がいるスポーツなのでしっかり相手を見ていくっていうのはあやる監督なんだなというのは見えますかね。 やっぱ攻撃の時にスペースをつきたいっていうところがあるので、えー、まあ今回ウィングがね、外に張るっていう、サッ作家をするようですし、まあそれは何のためにしてるかっていうと、その内側のスペースを、うんと、開けておくっていうことだと思うんですよね。もちろんそこからの仕掛けっていうのもありますけども、えー、そこから、えー、一気にスペースをついていくという、そういったことをやりたいっていうのはこの定例会見でも、やっぱ伺えるのかなとは、うん、思いますかね。で、ハイプレスなんで、広島は、そこをいかに剥がす、 でそのススペースを使うかっていうところを見たりしていると分析でですね、えー、言ってるのでやっぱり、えー、ビルドアップ裏のボールを持ってビルドアップするところに広島のハイフレッスが襲いかかってくるのをどうかわしていくかっていうのが、まあ、最初の注目ポイントになりそうかなっていうのがこの話から伺えますかね、まあ、あとは開幕戦の勝利のためのキーポイントっていうところでうんまあ選手の強みを生かしたいっていうところと、まあ、前線のスピードをスペースが大きく空いていれば インサイドハーフがそれを使用するような場面も見たいですし、サイドバックのランニングもたくさん見たいと。で裏を狙うダイレクトなプレーと、ポジションの組み合わせを見たいというところで、やっぱりおそらくウィングが張って、内側のスペースが大きく空いていれば、そこにインサイドハーフがチャンネルランニングしてよねとか、まあ、サイドバックも絡んできて、崩し、サイドを崩していってとか、まあそういうスピード感っていうのも、やっぱ重要視してるのかなっていう。 感じですかね。まあ、これがやっぱりコンセプトに合致する部分かなと思っているので、まあ、ボールホジーからのスピード感ある攻撃っていうところは、しっかり出せるかっていう、どうやって出していくのかっていうのは、ま、改めて今期見ていきたいかなという感じですね。まあ、あとはベンチ入メンバーのところの話もしていて、えー、っと、18人だけ、なんだっていうところに驚き、驚いていたというところで、まあ、 たところですね。まあ、ベンチが7人、というところで、まあ、他の国ってどう、どうなんですかね、増えてるのかな。まあ、確かにその5人交代できるようになったのに、えー、ベンチ入り7人って少ないようなっていうのは思ってるんですけど、まあ、こう、を考えれば、やっぱ複数ポジションをプレイできる選手がベンチに必要だっていうところで、まあ、今年ちょっと期待というか、ちょっと頑張ってほしいなっていう選手の一人なんですけど、関根の、まあ、関根がベンチに入るってことは結構多くなるんじゃないかなという気はしてますね。 もともとね、裏側で、え最初に昇格してきた時は、典型的なドリブラータイプ、サイドのドリブラーっていう感じでデビューしましたけど、今は複数ポジションができますし、内側も外側も、ということで、そういった選手になっているので、まあ重用というか、重宝されるんじゃないかなとは思いますが、やっぱりウィングのスペシャリストというか、 ウィングのポジションにはそういった能力が求められるんですけど、責任がそこに、えー、入っていくかっていうと、まあ、少しね、やっぱりソルバッケン、前田、松尾とか、その辺には、から少し上リが下がってしまうのかなっていうところはあるんですが、まあ、やっぱりね、あの、浦和で生き残ってほしい選手の一人ではあるので、えー、去年サイドバックが出てた時もめちゃくちゃ良かったですし、インサイドカーフでも出れるっていうところがあると思うので、いろんなポジションで、えーえー、平均以上のプレーを見せれる選手として、 まあ、キャリアのね、転換点になっていくんじゃないかなっていう気は、去年、今年ぐらいでしていますかね。まあ、それが生き残る道なのかなっていう気もしますし、えー、その辺はちょっと期待したいなと。まあ、期待したいと思ってる選手の一人ですね。はい。まあ、こんな感じですかね。えー、まあ、明日開幕ということで、うん。まあ、ほどほどに期待しつつっていうところですかね。多分みんな結構盛り上がっててかなっていう気はしてて、あとはまあ、その、メディア系とかで、やたらと優勝に挙げられていて、 いるので、えー、まあちょっとねちょっと嫌だなっていう感じはしてるんですけど、まあ、相手も広島で多分優勝候補同士の戦いになると思っていて、まあ、開幕戦にして非常に重要な試合になるかなという気はしてますが、まあ、勝ち点1でも全然 OK かなっていう気持ちで僕は今のところいるので、えー、まあちょっとね、あのー、広島行く気満々だったんですけどもうチケット全然取れなくて。 あの、ちょっと行けなくて泣いてるんですけど、あの、行く方はね、ぜひ、えー、しっかり応援していただきたいなという感じですかね。そこは託したいなというところです。はい。いかがだったでしょうかえー、まあ、感想などね、コメントでいただけると嬉しいです。えー、またね、えー、次にテーマにしてほしいものとか、質問などがありましたら、コメントしてください。えー、今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。